そういえばさ、こんな時にさ、グッズのさ、写真載せていい？もうさ、明日までなんだけどさ、谷郷さんが写真撮ってくれたんよ。それをさ、やっぱ載せないのは撮ってもらったから失礼だよね、ちょっと。ちょっと待ってね。シェイカーの使用例をね。あ、これ使用例を取ってくれました。グッズが見えない。屋号の存在感がやばい。消しとくか。あ、窓の外に置いとこう。じゃあちょっとどうかな。不審者感がやばい。他にもあるけどね。他には、他にもあるんだよ。そうだそうだ、他にもあるんだ。ちょっと待ってね。コーネのバッグを持ってくれてる。見てー、これコーネがデザインしたロゴだよ、これ。かわいいっしょー。かわいい。早く使いたい。これ結構いいよ。スタタ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 タ。パンチが持ってる。あ、あとね、これ谷郷さんがすごいめちゃめちゃいい人だったっていうことを話したいんだけど、このしばき上げパンチングさ、まあ、置いてもいいし、まあ、殴ってもいいっていうやつじゃん。パンチングバルーンだからね。しばき上げバルーンだから。だから、まあ、殴ってほしいっていうことを言ったのよ。そしたら、コロネさんの顔を殴るのはすごい嫌だし、コロネさんのリスナーの方の方を殴るのもちょっとって言ってね、ダメになったの。そう、みんなのこともね、殴りたくないって。で、大事に大事に持ちましたって。言ってた。ね、もう殴られてんのにね、これ。もう殴られてるけど、そう、大事に持ってくれてる写真だけですみませんって言って。ね、殴ってほしかったよね。そう、めちゃめちゃね、やっぱ本当に素敵な人なんだなって思った。うん。あ、みんなは殴っていいんじゃん。だってみんなだし、これ。みんなが殴られてるわけだから、みんなが殴ってもいいけど、いや、僕は殴れないですって言ってたってことだね。うん。